英神保持同神仏家摂氏又村明美殿空十二長学明家大使同神仏家摂氏八木誠殿仏法院梅津明官大使同神仏家摂氏八木誠殿副将院同神仏家摂氏八木誠殿八木家先祖代々の礼同神仏家摂氏八木誠殿上皇同士同神仏家摂氏八木誠殿九蔵同名同神仏家八木誠殿上雲同士同神仏家八木誠殿明尊同名同神仏家八木誠殿次元高原同士同神仏家八木誠殿明星同士同神仏家八木誠殿土葬同士同神仏家八木誠殿明月同士同神仏家八木誠殿明光光徳古寺同神仏家世襲南山聡殿南山家先祖代々の霊少女の御口を洗うため本場だけなのに本少女会水木を合唱無し火薬伐採妙会無事に最初は失踪本堂三昧僧侶玄武武武赤子で大御力修行者三号少女の社千の堂の千女子主宿属栄光三宝願界栄光三界天人栄光一切人道栄光五時発信団体増員令和2年8月15日盆世界菊陽無魔成就無縁の少量外成仏道無魔成就栄光三界万礼栄光諸少量等栄光小長安の栄光五時本日三経善男子善女人薬剤少女諸少少女職場安全家内安全交通安全心身限定無病両炎上寺、自己災難、病、一切少女、無魔成就、エコー、自保室、失地成就、エコー、本日、世界菊陽、無魔成就、エコー、自他崩壊、エコー、平等利益、エセ崩壊、エコー、大五代、三階随記、伝政府、伝河、宇宙、予定、新商、不動産、病、集中、消費、潜入、不便、車、利用、三世、不難、宿米、十一、草原、資源、陸、米、区、一、一、トマト、アラビ、フラ、工場、精神、証券、商工、ダー、工事、で、チープ、外苑、周知、大陸、東商、全身、天満、上銀、高等、牛、保険、現段階、教育、上司、キベイテイレイタイロシャダブオンヌオンマザラサトロロキシャバクさらばだという判断
何さら何さら どこでいいんですよ。もう好きなの。動き回ってる。もう選手。それ僕はすごいところで。竹本亮でございます。皆さんこんにちは。こんにちは。UFO 研究家としてですね、もう40年ぐらいやってるんですね。学生時代からやってます。で、もともとですね、UFO 研究家をやろうと思ってたわけではないんですね。たまたま大学の僕は早稲田なんですよ。ここ近くね、早稲田高等学院っていうのがありますけども、僕も高等学院なんですね。本庄ではないんですけどね、石神井の方なんですけどね。でそこの出身なんですけども、高校の時は特にエーリヒ・フォン・デニケンっていうね、宇宙考古学者の本ですね、太古に宇宙人が来てたんじゃないのっていうような本は読んでたんですけど、さほど UFO とかね、宇宙人にそんなに興味があったわけじゃないですね。ところが大学時代に入りますと、森脇徳夫さんっていうね、不思議なおじさんっていうか先輩がいまして、でこの方がですね、改正論の UFO 党っていう政党を作っちゃったような人なんですね。でこの人がUFO があるんだよと、宇宙人がいるんだよっていうことをですね、学生たちにもう一生懸命話すんですね。はい、それで、僕はたまたまですね、これはその森脇徳夫さんと知り合って、で彼からも資料をですねたくさん見せられることになるわけです。で海外のですね UFO 情報、それがですね彼の参上版のところにですねたくさん あったんですね。英語の資料とかそういうのですね。でそれ読んでるうちにですね、あれこれひょっとしたらですね、本当に UFO っていうのがあるのかもしれない、一般的にはですね UFO をやってる人たちはおかしな人たちっていうふうなイメージがあって、あと宇宙人とかね、そんなこと言ってる人はもうあとおかしいんじゃないのっていうような愚痴があったんですけども、そういう資料をですね見ていくうちに、例えば国連の資料とかで、それからアメリカの資料、アメリカはですね1966年、それから68年にですね、アメリカ の UFO の公聴会を開いてます。国会でですね、それで真剣にですね科学者が何人も集まって UFO を検討してますね。だからアメリカは結構早いんですね。この UFO の、ことの発端っていうのはですね、第二次世界大戦の時にね、今日は終戦記念日ですけど、第二次世界大戦の時に、おかしな物体が飛んでると、それでアメリカ軍はですねこれゼロ戦だと思ってたんですね。UFO と言わないですね、フーファイターっていう言葉を言ってました。幽霊爆撃機っていう言葉を言ってましてですね、でひょっとしたらこれゼロ戦かもしれないと、で あるいはですねドイツの秘密兵器かもしれないとかですね、でもういろんな国はいろんなことを言ってたんです。敵国 の秘密兵器であると。だけどよくわかんない、あまりにも早いんでね、まさかこんな早い飛行機なんかあるわけないって言ってたんですね。で、幽霊爆撃機っていうことを言ってたんですけど、それがねずっと転じて、それでアメリカもですね1947年にですねロズウェル事件っていうのが起きちゃったわけですね。このロズウェル事件って何かっていうとですね、UFO が起こっちゃったっていうんですね。円盤が起こっちゃった、それで、いろんなものが回収されたわけです。円盤回収して、それで、宇宙人ですね、宇宙人の死体も回収して、で実はその回収したものはですねエリア51とかですね、でそういったところに保管されてまして、例えばエリア51に来る人はですね必ずその円盤の残骸とですね宇宙人の死体をですねこれロッカーみたいなところでバーって開けるとそこに宇宙人の死体があるらしいんですけどね、それを見せられると、見るとですね、これは大変なことになっちゃったと、これは公開するわけにいかないっていうことになって、そういうようなね
事実はそういうようなことがあって、であの1953年にですねキングマン事件というのがあったんですね。これはやはりキングマンっていうあのアメリカの場所にですねあの円盤が落ちて、でそこにあの生きている宇宙人がですねいまして、その中にあのジェイ・ロッドっていうねあの不思議な宇宙人がいたんですね。その宇宙人は何かっていうのはですね、まあ、あなたの名前なんていうのっていうあの、まあ、米軍が聞いたらしいんですよ。そしたらですね、その彼はジェイっていうのをこういうふうに書いたらしいんですね。ジェイって。で、ジェイの棒だっていうことで、ジェイ・ロッドっていうね、あだ名がついて、それからずっとそういうふうに言われてたんですけどね。このジェイ・ロッドっていう人がですね、あの宇宙人、あのこの宇宙人を担当してたのがエドワード・テラーっていうんですね、あの水爆の父と言われる人なんですね。このエドワード・テラーっていうのはですね、あのスタニスラフ・ウラムっていう数学者と共に水爆の父と言われてます。で、まあ、いわゆるアメリカの、もともとハンガリー人なんですけどね、あの、まあ、アメリカにいて、あのいわゆる核開発をずっとやってたわけですね。その彼が担当してたんですね。ですからあの、まあ、あの UFO の現象について、まあ、日本ではですね、あの、まあ、あんまりこうあのいいあの立場にはなかったんですけども、アメリカではですね、結構どん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 進んでて、でミフォンっていうですね UFO の研究団体まであって、でそこに入る人たちはですね博士号を持っている人たちが研究していてですね、であのかなり活発にやってるんですね。で僕もこれじゃまずいと思ってね、日本で14年前からですね UFO オーブシンポジウムっていうのをやり始めたんですけどね。それで、まあ、やってるうちにですね、本当に UFO があるんだ、宇宙人がいるんだっていうことがだんだん気がついてきたんですね。アメリカの今 あのディスクロージャープロジェクトというですね、あの情報公開運動によるとですね、アメリカの、まあ、あのアメリカに来ている宇宙人はですね、57種いるそうです。で、カナダの国防大臣、ポール・ヘリアっていう人がいるんですけど、その人の話によると82種いるってですね。つまり、この宇宙は広いのであのもうたくさんいるみたいなんですね。ただ問題はですね、我々何種類何種類って言った時にはですね、どういうことかっていうと、結局その交雑した時にですね、まあ、いわゆるセックスした時にその子供は1世代生まれるけど2世代目まで生まれるかどうかの違いなんですね。それであの生まれないとですね別種っていうふうにあの、まあ、日本っていうかあの我々の科学では言うんですけども、あのそこまでねあのちゃんと分析してるかどうかっていうのはちょっと怪しいんですけども、たくさんの宇宙人が来てるっていうことだけは間違いないですね。で、まあ、あの例えばこの宗教と絡めて言いますとですね、やっぱり困っちゃうのはですね、 UFO と宇宙人がいると困っちゃうのは宗教家の方々がかなり困っちゃうんですね。あの特にキリスト教ですね。それで一神教ですので、じゃあ、一神教の神様がですね、まあ、ここの、ね、仏様の世界であの神様の話するのもあれですけど、あの一神教の神様がですね、じゃあ宇宙人は誰が作ったのってことになっちゃうんですね。それで、まあ、ローマカトリックとか、それからあのバチカンですね、バチカンの方ではですね、本当にそれに対してすごい研究しましたね。で結局、まあ、あの宇宙人もですね神様が作ったっていうことに今のところなってます。あのそういうふうにあのルフしてますね。それも数年前からそういうふうにしてます。で、あと困るのはですね、ジョルダーノ・ブルーノっていう人がいたんですね。これはあのルネッサンスの後期の人なんですけど、この人がですね、実はあのやっぱりカトリックに殺されちゃってるわけですね。このジョルダーノ・ブルーノって 何を言ったかっていうとですね、結局この宇宙にはですね、あのたくさんの地球があると。地球みたいなのがたくさんあるんだよと。だからその地球にあの生物がいてもおかしくないんだよということをね言ってたんですね。それで彼が火炙りの刑になったのはですね、その話も含まってて、それで、あのバチカンの方としてもね、だいぶあのいろいろ考えたみたいなんですね。っていうのはあのガリレオ裁判の時もですね、ずっと謝らないでずっと来ててですね、もう謝ったのは何百年後っていうあの状況になってたんでね、あのそれと同じようなことになっちゃまずいっていうのがどうもあるみたいです。それで
最近の話題で言うとですね、昨日おとといの話題で言うとですね、ペンタゴンの方が作業チームをね作るようになって新設のねで UFO を専門的にね研究するっていうチームが立ち上がりました。これあと数日でですね紹介されると思いますけども、認定されるわけなんですけど、まあ、それについてですね、今日のおそらく今日の夕方のね東京スポーツにですね竹本亮のコメントが載るはずです。今日ですか？今日です、今日です。これからですね、もう12時半ぐらい、1時ぐらいにもう乗ると思います。で、夕方はですね、東スポーウェブっていうところにね、紹介されると思います。で、アメリカはね、知っててやってるんですね。つまり知ってて小出ししてるっていうのが事実なんです。本当はですね、もっとたくさん知っててですね、その先ほども言ってるエドワード・テラーと付き合ってる宇宙人ですね、その宇宙人というのはすごい頭良くて J. ロッドっていう名前なんですけど、とにかく何か質問するとね方程式で答えちゃうらしいんですよ、数学で。で何言ってもすぐ答えちゃう。だからおそらくアメリカの科学技術のうちいくつかのことはですね解明はですね J. ロッドが解明してるんだと思うんですね。ですからよく言われるのはUFO の情報っていうのがね、水爆の情報より上にランキングされてると言われてるんです。それはなぜかというとですね、これ多くの人は答えられてないんですね。なんで UFO 情報が水爆の上なのかと。で僕はですね、いろいろ考えた上ですね、水爆の父と言われてるのがエドワード・テラー、そのエドワード・テラーが担当してるのが宇宙人なんですね。で1947年からもう宇宙人来てることが分かってるので、で、ある意味でそのいろんな蓄積された情報がですね、やっぱりこの核の情報と絡まってるんじゃないかなと思うんですね。よく UFO が現れるのはですね、核実験の時に現れるんですよ。これはですね、広島の時もそうだったんですけどね、広島の時にエノラ・ゲイゴが候補に来るわけです。で四国のところに来るとですね、実はその目の前に光る物体があるんですね。それでもうエノラ・ゲイゴがわーって上に上がるわけですね。それで爆弾投下したっていうふうに言われてですね、ですからとにかく日本を守るですね、なんかそういった宇宙人というかUFO もどうもあるみたいで、肝心要の時に来ます。例えばペルリ提督がですね、日本に黒船に乗ってやってきた時ですね、東京湾のところに江戸湾かな、その時に来た時にですね、やはり一晩中 UFO が飛んでるんですね。で彼らは流星かもしれないなんて言ってるんですけど、その一晩中ね、その UFO がこう動いたりしてるんですよ。でそれがですね、ペルリ提督のいわゆる遠征機みたいな時代にですね書かれてます。だからいろんな時代時代にその新しい変革の時に現れてまして、例えばその福島原発もそうなんですけどね、福島原発なんかはもうびっくりすることなかれ、原発事故が起きる前からですね、UFO が現れてます。で、実はなぜそれしたかっていうとですね、たまたまその福島原発の近くにね、いわゆる一軒家買っちゃった人がいたんですね。でその岡ちゃんっていう、人なんですけど、ね、その岡ちゃんがですね、たまたま買っちゃったんですよ、一軒家を。そしたらですね、いわゆる UFO を毎日見るわけですね。でおかしいおかしいって、どこ行くんだろうって言ったら、分かってるんですね、分かっていて、ただ肝心要なところだけはその判断は我々なんでしょうね、というか我々が判断するんだけども、ある程度の傾向みたいなのが見えてるみたいですね。アメリカのその実験計画の中でプロジェクトルッキンググラスっていうのがあるんですけどね、でこれは面白いのはですね、鏡ですね、鏡をもう何万枚もですね置いとくんですね。
そうするとですね、そこに質問事項を置くわけです。何か質問するんですね。例えば明日地震は起きるのでしょうか、まあ、例えば質問した時にですね、その鏡を答えてくれるそうなんですね。そういった実験をですね、ずっとやってるんですよ。だからこの宇宙っていうのはですね、答えを知ってると、これはですね、不思議なんですね。キリスト教ではですね、そういった概念はないようなんです。だけどもその仏教にはですね、どうもあって、それがアカーシア、つまり虚空っていう概念なんですね。虚空っていうのがあって、つまりこの我々の宇宙の奥底にですね、宇宙の外じゃなくて宇宙の奥底にですね、その虚空っていうのがあってですね、その虚の宇宙ですね、そういうものがあって、そこがですね、どうもいろんな情報、我々の先祖の情報からですね、亡くなった人たちがそこに住まわれてたりね、情報を置いといたり、とにかくそこが宇宙図書館みたいになってるっていうわけですね。でそこの情報をですね、まあ、少しずつ聞いていくのがプロジェクトルッキンググラスであり、それから仏教の知恵の中にね、どうもあるみたいなんですね。で、実はその数学の中にもですね、それにちょっと似たようなものがあって、例えばこれはですね、西欧のですね、科学者はですね、これは数学上のね、手続きで使ってると言ってるんですけども、そうではなくてですね、虚数っていう概念があるんですね。でこれ中学校かなで習うはずなんですけど、ルートマイナス1っていう世界があります。ルートマイナス1かけるルートマイナス1はマイナス1である。つまりこの虚数っていうのはですね、虚数かける虚数が実数になるっていう概念なんですね。でそれはですね、数学ではあるんですけども、物理学でもあるんですね。シュレーディンガー方程式っていうのがあって、そこには必ずその虚数が使われているんですね。つまり簡単に言えばですね、いろんな波動がある、物質があると必ず波動があるんだけど、その波動の中に虚数部分が入っているわけです。つまりこの一切のものの中に虚数部分が入っているんですね。見えない世界が入っている。でどうもその見えない世界が先ほど言うその虚空の部分、つまりアカシックレコード、アカシック図書館、つまり宇宙の図書館の部門だと思うんですね。でそういったことをですね、明らかにしたのがですね、どうもブッダではないかなと思います。でブッダっていうのはですね、ご存知の通り、その王子様だったんですね。ある国の王子様で、王子様だから、そのままへ行けばですね、気軽に生活できるわけですよ。食うに困らない、女性もいるだろうしね、召使いもいるだし、もう困らない。だけどもそこから表に出るわけですね、出家するわけですね。で、彼はですね、最初はもう修行を一生懸命してね、とにかくこの真理を知りたいってことで一生懸命やるわけですけど、それだけじゃ足りないっていうのが分かるんですね。つまりそれでどんどん痩せてって、ガンダーラってね、例 の, 痩せた姿、あそこで一生懸命ですね、悟ろうとする。この宇宙って何なの、生命って何なんだろう、何のために生きてんだってね。これはギリシャの哲学者もね、やはり同じような質問するわけです。我々はどこから来てどこに行くんだろうとかね、命のつまり生きてる理由は何なんだということは、どこでも同じような質問をするんですけどね。ブッダの場合はですね、その王子様っていうとこから始まって、でまたどん底に落ちていろいろ考えていくわけですね。で、彼は修行してもういろいろもうちみどろの修行をしたんだけど、実はその時は分かんなかったんですね。ここがやっぱりねポイントだなと思うんですね。である時ですね、女性がですね、そのスジャータっていうお粥をですね、プレゼントしてくれた時に、ふわーっとこの世界が開けてくる。でそこに木があってですね、菩提樹があって、でそこにこのなんていうか宇宙の知恵がですね、アカシアがそこにあるわけですね。
でそこでブワーって広がっていく、じゃあこれだっていうふうに分かったんでしょうね。ですから結構ね、西欧の学者でも木の下にですね座っていて発見する人結構いて、ジャン・ジャック・ルソーなんかそうなんですね。彼の民主主義の民主論みたいな世界があるんですけど、そういった考え方も、ね、木の下でねうたた寝してたら悟っちゃったみたいなねことがあって、だから私たらですね、この宇宙の樹状構造っていうかね、トゥリー、トゥリーに 木のような構造があって、そういった宇宙の情報がわーっとこういろんなところに行き渡っていてですね、その小枝からですね全宇宙を知ることができる、まあそういうようなねことなのかもしれないというふうに考えてます。まあ今日はですね住職からですね UFO の話をしろということで UFO の話からしてるんですけど、だったらブッダの世界、悟りの世界ですね、宇宙って一体何なのっていうこともね、ちょっとそっちは阿久津淳っていう名前でやってるんですけど、まあそちらでちょっと勉強した内容もね、お話ししたいなと思ってまして、それでお話ししてるわけですけど、なわけで先ほど そのシュレーディンガーのね虚数の世界、この虚数の世界がずっと重なっていく、それでところが西洋人はですねなかなかその虚数の世界っていうのを見ることはできないわけですね。なぜかっていうとですね、ゼロも発見が遅れたわけです。ゼロっていう発見もですね結局インド人が発見したんですけど、暗い鳥のゼロはねもうすでに分かってたんですけど、その本当のゼロ無っていうものがですね、無のゼロが分からなかった。それはやっぱりこう目に見える世界でずっと生きてるとですね、目に見えないものは分かんないんですね。とはね、日本人の場合は不思議なことにですね、目に見えないものがあるのが当たり前っていう世界なんですね。あともう一つはですね、物に心があるっていうね、どうもそういう世界観を持ってるんですね。これはアニミズムっていうふうなことで言う人もいます。物に心がある、不思議なのは例えば芭蕉のね、岩に染み入る蝉の声って声がですね岩に染み入っちゃうわけですね、ここに入り込んじゃうっていう、そういうなんか岩というそういう無機質なものにもですねこう有機的なものがこう入り込むっていうね、それで同化していくと。あともう一つは例えばロボットですね、ロボットもですね産業ロボットが入った頃にですね普通はですねラッタイツ運動っていうのがあって結局ロボットがいわゆる労働者のね場所を奪うんで敵になるわけですね。ところが日本人だけはですね聖子ちゃんとかねいう名前をつけたりね、いわゆる自分たちの仲間のようにねその産業ロボットを扱う、これはですねやっぱりアニミズムの考え方に近いんじゃないかなと思うんですね。なんで高度な文明でアニミズムの発想を持っているのは日本しかないと思うんですね。だから日本人がねそれから世界をあるいは宇宙人とのねコミュニケーションをやっていくというのは とてつもなく重要なね位置にあると思ってですね。でそれをですね第二コペルニクス革命って言って僕は言ってます。それどういうことかっていうとですね、天動説が地動説になるようにですね、地球人が一人ぼっちじゃなくてですね、もう宇宙人たくさんいると、もうてんこ盛りだよと、もう宇宙にはもう生命があふれ返ってるよと、そういうような世界観になるんだろうと思います。で、その世界観はおそらく先ほどブッダがですね、スジャータをですね、若い娘さん、スジャータって時々ねミルクみたいなねことで表現する人もいますけどね、そういった2つ絡まってるんだと思います。一つはですねセクシャルシンボルとしてのですね悟り、あともう一つはですね実際にそのお粥をいただいたことによってですねなんかそこでこうピーンとこの全体像が見えるっていうね、それをブッダが体験したんだと思うんですけど、その時にブッダが体験したのはこの全宇宙に生命があふれ返っているという発想になったんだと思うんですね。それで生き生きとしてそれで彼はおそらく
この全宇宙を自分と全宇宙とのあの体験っていうかね、あの宇宙体験をしたんだと思うんですね。それで、まあ、あのそんなわけで、そういうあの教えがですね残ってるのは、まあ、あの住職のね真言密教だけのような感じがするんですね。あの他の宗教結構厳しくて、あのなかなか UFO も宇宙人もですねなかなか入れてくれないんですけども、あの竹本亮 の, あのお声をかけていただいたのがですね、この住職でありまして、あの真言密教オンリーであります。で、あの僕もですね、あの空海、あの弘法大師様のことが大好きで、弘法大師様があの特にですね、その明け舎、あのつまり先ほど言った国蔵菩薩経でしたっけ、愚文字法か、国蔵愚文字法かな、あのというお経をですね、あの若い時にあの、唱えてた時にですね、形成ですね、宵の明星、明けの明星ですね、明けの明星が口の中にポコーンと入ってきた、パッと入ってきたっていう体験をしたんですね。で、それが一つの悟り、空海の弘法大師様の悟りになるんですけどね。それもあの先ほどね、あのブッダが体験した全あの宇宙と の, あのいわゆる一緒っていうかね、宇宙との一体感っていうかね、そういったものを感じたんだろうと思います。で、まあ、あのそういうわけで弘法大師様もこの宇宙のことを、まあ、おそらく弘法大師様が今生きてたらですね、あの宇宙人のことは絶対肯定してると思いますし、あの UFO あるんだよ、竹本ちゃんって言ってくれると思うんですね。あのおそらくあのそういうあの全一体系、この全体の宇宙とその部分というものがですね、このコミュニケーションできるという、そういったものをあのブッダの体験、あるいは宇宙人は持ってるんだろうと思うんですね。あの先ほどの J ロッドもですね、もう何でも知ってるわけです。で、何か聞くとパッと答えちゃう。それはあのプロジェクトルッキングラスのようにですね、あのちゃんと体の中のいろんな構造でですね、宇宙の情報のさまざまなものがあの体現できてんだと思うんですね。だからおそらく宇宙人が来てですね、あのコミュニケーションしようとして、あのイエス・キリストとブッダとあのマホメット、まあ、この三者とですねコミュニケーションした場合、まあ、彼らは彼らなりにやるだろうけども、一番しっくりくるのはブッダじゃないかなと思います。あのその57種の宇宙人、82種の宇宙人、まあ、もっともっとたくさんいると思いますね。この宇宙にはですね、この銀河系みたいなもの、我々の銀河系みたいなものはですね、何千億もね、もう無限大にあるわけです。で、あのそれ最近のね望遠鏡でよくわかるんですけど、まあ、一つの、あの紙のもう、まあ、一点ぐらいですね、このぐらいのスペースにですね、もう無限大のあれですね、あの銀河系が、ね、詰まってるんですね。ってことはですね、あのもう生命だらけっていう感じになるわけですね。ということで今日はですね、あの竹本亮あの30分公演ということで、大体このぐらいじゃないかなと思います。あの、まあ、今後ですね、あの時代はですねどんどん展開します。あの今ね、あのご存じの通り、そのコロナ禍の問題、それから世界恐慌、これがあの間近に迫っているし、それからそれだけじゃなくてですね、あと天変地異ですね。この天変地異というのは何が起きるかというとですね、今の地球がですね、磁場があの 6% あの過去100年にですね、あの少なくなっているんですね。つまり地球を守るですね、あの磁場がですね弱くなっているんですね。で、どん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 加速して、これ 80% ぐらい減になるとですね、地球がですね、この逆転するんです。あの北極と南極がですね逆転して、あのまあ、78万年前に起きたチバニアンですね、あのようなあの現象が起きて、地球磁場逆転現象が起きるわけですね。で、その前もですね、何度も何度もあって、何十回もあって、もうそれはあの記録は残ってるんですけどね、今後もそういうような状況になるんで、天変地異がどんどん起きてくるわけですけども、ただ、その中にもですね、宇宙っていうものをですね、資材に置いておくとですね、
まあ、ちょっとやそっとのね、ことではですね、動じないね、人間になれるんではないかなと思います。で、いうこと、宇宙人の問題もですね、これからはその第二コペルニクス革命の時代、あと宇宙人とですね、コミュニケーションしていくとですね、今度はですね、ルネッサンスみたいなね、星が開く、快晴ルネッサンスっていうふうに言ってますけど、そういった時代になっていくんではないかなと思います。ということで、坂本龍の講演は以上でご紹介させていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。住職が本当に、ね、いい機会を与えてくださいました。愚問寺の、あ、国道愚問寺、ちょっとこちらに、はい、そこの一番右の、はい、あの仏様ですね、あの愚問寺方の国蔵様ですね。あ、国蔵様ですか。国蔵さんを、お大師さんと拝んで、愚問寺の国蔵様です。あのお経をちょっといただけませんか。ノーボーアケシャーキャラバヤオンマリキャーマリブリスワカです、もう一回もう一回。ノーボーアケシャーキャラバヤオンマリキャーマリブリスワカ、これを空海さんが100万遍、ね、100万遍言って、そしたら金星が口の中に入ってきたという話です、はい、ということでどうもありがとうございました。ナイスフォローありがとうございます。じゃあ皆さん、今日はここで終わらせて